その活動の空いた時間に中国のお茶を飲みに行きました。日本人も中国人と同じようにお茶を飲むことが好きです。今回のお茶飲み体験を通して中国と日本のお茶の飲み方に違いがあることを知りました。日本では急須でお茶を立ててこのように飲みますが、中国でお茶っ葉を実際に目で見て楽しむ文化があることを知りました。またコップの厚さやコップの模様にも違いがありました。多くのアジア圏でお茶を飲む文化があり、で飲み方は様々ですが、飲む時に友達と過ごす時間はかけがえのないものであるということに変わりはないと思います。このように文明は場所によって異なりますが、その文明には必ず共通点があると思います。